にちは。元宝塚男役現役アイドル A の30歳あやはねまやです。今日は2020年の6月19日金曜日の今お昼の1時過ぎぐらいでございます。久しぶりに3ヶ月ぶりにこの宝塚の街に来たんですけれども、今日はたまたま私がこの宝塚でロケがありまして、お仕事で来させていただいたので、ちょっと今の、街の状況がどういう感じなのかっていうのをね、見ていこうと思います。あと20分ぐらいでもう現場に集合しなきゃいけないので、急いでちょっと軽くねいろいろ見て回りたいと思うんですけれども、今電車乗って JR で来たんですけどね、宝塚まで電車乗ってた人自体がもう私の車両だけでも 2,3 人だったので、もうすごい人が少ないなという感じはしましたが、街は相変わらずね住んでる人がいるので穏やかに人が歩いてる感じはしております。それでは行ってみましょう。お店はいろいろやってる感じなんですけど、なんとシャンシャン、私が大好きなベビーカステラのお店がね閉店してしまいました。4月いっぱいで閉店してしまったんですけどね、これは残念ですね。トリオはもうほとんどお店やってますね。結構にぎわってる感じがしました。宝塚ホテル、宝塚ホテルは6月21日から開業しますね。もうすっかり出来上がっております。今日は内覧会ということでちょっとにぎわった感じしますね。駐車場もめちゃんこ綺麗にできてる。もうこの先はね大劇場なんで、やっぱり綺麗な街ですね相変わらず。大劇場ですね。7月17日から公演再開ということで、公演再開のお知らせの紙も貼ってありますね。少しずつ一歩一歩ね戻ってこれているような感じがしていいですね。あそこにハイカラさんが通るの大きなポスター、ここで写真をねみんな撮ったりするんでしょうかね。セルカにやってきました。あ、ルマンやってる。ルマンもパスタも宝塚このお店もね元気に営業中ですね。今まで結構ね臨時休業だったところがしっかりお店開いてる感じしますね。フェアリーさんに飛び込みで行ってみようかなと思います。お客さんがいなければ行けるかな。行けそう。よし、行ってきます。待ってますね。誰かいるかな。来てますよって。ほんまや、すごい。間もなくだ、間もなくだって。そう、今フェアリーさんの中に入れました。すごい
上に紙を貼ってある状態なんですね。これ、めくっていただかないようにね、はい、あの貼ってしまおう。確かにそれ大事。ご覧になってくださったらね、はい、見ていただけるように。ご迷惑かけれないんで。あ、すごい、頑張ってます。頑張ってる。もうちょっと、もうちょっと。で、そう、シャンシャンの方もね、見てきて、あの4月いっぱいで、お部屋の閉店だったってことなんですけどね、うん、フェアリー盛り上がっていくといいですね。頑張りますね、本当に。はい、ということでね、フェアリーさんも行ってきました。ルカさんもお元気そうでちょっと一安心しましたけどね、これからいろいろ対策をして、あのいろんなお店がどん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 開いていって、公演始まる頃には盛り上がっていくといいなと思っております。ということで、もうね、あと5分ぐらいで集合しなきゃいけないので、ロケに行ってきます。あやはねまやでした。さようなら。今ロケが終わって、ルマンのサンドイッチとパスタのピラフを買って帰ろうと思ったんですけど、お店が閉まってました。残念。ロケが終わって今5時過ぎなんですけど、残念ながらルマンもパスタも閉まっておりました。また買いに行きたいと思います。近々ね、この宝塚ホテルがね、泊まりに来る予定があるので、その時にまたゆっくりとこの街をブラブラしつつ、お買い物とかもできたらいいなって思います。はい、ということで、久しぶりに3ヶ月ぶりに宝塚の、まあ、ちょこっとだけですけど周辺を歩いてみましたが、今5時過ぎてますけどね、宝もなかとか塚乙女餅あたりはやっていましたけど、まあ、ほとんど結構ね、お土産屋さん系は5時ぐらいには閉まっていますね。でも普通のね、このソリオは、あのここに住んでいる方々が利用するようなお店ばっかりなので、普通に開いててお買い物されてるって感じです。7月17日までね、感激をするためのお客さんは来ませんけれども、あとちょっとっていう感じなの で、宝塚ホテルは6月21日から始まりますので、それをね、私みたいにちょっとフライングゲット的な感じで泊まりに来る方もいらっしゃい始めるのかなって思ったら、また新しく素敵なにぎわいを見せてくれるといいななんて思っております。ということで、今日は帰りたいと思います。バイバーイ。